はい、こんにちは、ちずちゃです。今回は明日9月13日金曜日朝の9時から9月20日金曜日朝の8時59分まで受注することができる期間限定イベントクエストの先取り情報をマスターランクと上位下位に分けてご紹介したいなと思います。それではまずマスターランクから。この魚は食用に向かない。クエストレベルマスター星1、フィールドは渡りのいてち。受注参加条件はマスターランク2以上、クリア条件は全てのターゲットの狩猟です。特別な素材を集めてキンキンで特別な体験を生産しよう。序盤で役立つブラントドスの素材を集めやすいイベントクエストとのことで、こちらは体験の瞬間冷凍本マグロを作成することができるクエストです。以前の動画で攻略方法や体験の必要材料、性能をご紹介しておりますので、よければそちらもご覧ください。続きまして、銀線ザル捕まえた。クエストレベルマスター星1、フィールドは渡りのいてち。受注参加条件はマスターランク3以上、クリア条件は銀線ザル6匹の納品です。特別な素材を集めてキュートな頭装備 EX 銀線ザルアルファを入手しようとのことで、こちらは限定の頭装備を作成できるクエストです。以前動画で攻略方法をご紹介しておりますが、事前準備も不要で簡単にささっと終わるクエストです。将来的に重ね着装備になる可能性がありますので、少し多めにチケットを入手しておくといいかと思います。続きまして、デイネイに行動する猛牛たち。クエストレベルマスター星1、フィールドは大有塚の荒れ地。受注参加条件はマスターランク4以上、クリア条件は全てのターゲットの狩猟です。ハンターランクとマスターランクを上げるチャンスとのことなんですが、こちら同時クエストではなく大連続クエストなので、2匹目が登場するのに時間を要するんですよね。なのでハンターランクとマスターランクが美味しいかといえば、ちょっと美味しいとは言いづらいです。ただバフバロの素材はたくさんゲットできますので、バフバロの素材が欲しいという方には嬉しいクエストとなっております。続きまして、寒地に実る宝石。クエストレベルマスター星1、フィールドは大有塚の荒れ地。受注参加条件はマスターランク1以上、クリア条件はハードフルーツ20個の納品です。序盤攻略に役立つ鉱石素材を集めやすいイベントクエスト、納品クエストでお得に素材を集めようとのことで、こちらは予想なんですが、今日まで配信されている地下の主が呼んでいると同じく、調査ポイントがたくさん入手できるクエストではないかなと思います。食生学レベル4、地学レベル4、最初の達人で挑戦すると調査ポイントがガッポガッポ入手できそうですよね。続きまして、暴れん坊はどっち。クエストレベルマスター星2、フィールドは古代樹の森。受注参加条件はマスターランク4以上、クリア条件は全てのターゲットの狩猟です。ハンターランクとマスターランクを上げるチャンス、アンジャナフとバフバラの素材を集めやすいイベントクエストとのことで、こちらはハンターランクとマスターランクを上げやすいクエストとのことなんですが、田園に行動する猛牛たちを顧みると、単純に報酬で入手できる素材の多いクエストじゃないかなと思います。とはいえこのクエストは大連続クエストではなく同時討伐クエストの可能性もありますし、複数体の同時クエストですと1体あたりの体力も低いので、ぶっ飛ばしなどで両攻撃も期待できます。アンジャナフとバフバラの素材が欲しい方には嬉しいクエストとなりそうです。続きまして、空を焼く王、火を泳ぐ賢者。クエストレベルマスター星3、フィールドは流結晶の地。受注参加条件はマスターランク7以上、クリア条件は全てのターゲットの狩猟です。ハンターランクとマスターランクを上げるチャンス、リオレウスとボルガノスの素材を集めやすいイベントクエストとのことで、この2匹はめったに合流しないので狩りやすそうではあります。ハンターランクとマスターランクを上げやすいクエストとのことなので、ワンチャンモンスターハンターワールドの時の丘の上の雪見桜のようになり得る可能性もありますが、このクエスト歴戦のモンスターのクエストではないので、正直どう転ぶかは分かりません。とはいえ受注化の期間が1月1日の8時59分までと非常に長いので、
ちょっと期待しちゃいますよね。続きましてこのクエスト、荒れ地の気になる出来事。クエストレベルマスター星さん、フィールドは大割塚の荒れ地。受注参加条件はマスターランク7以上、クリア条件は全てのターゲットの狩猟です。ハンターランクとマスターランクを上げるチャンス、装備強化に必要な大流玉を集めやすいイベントクエストとのことで、こちらはパオルム・アシュとディアブロスの同時討伐クエストではないかなと思います。こちらもハンターランクとマスターランクを上げやすいとのことなんですが、主にレアアイテムの大流玉が入手しやすいクエストという位置づけな可能性が高いと思います。そしてマスターランク最後はこのクエスト、マスターランク中級チャレンジクエスト01、クエストレベルマスター星2、フィールドは特殊闘技場。受注参加条件はマスターランク4以上、クリア条件は全てのターゲットの狩猟です。闘技大会に参加して黒帯コインを集めよう、クエスト報酬で高級お食事券も入手できるかもとのことで、こちらは決められた装備で挑戦することができるチャレンジクエストです。討伐対象はトビカガチとトビカガチアシュ。黒帯コインで作成できる防具は EX 黒帯アルファベータシリーズです。ランナーやキノコ大好きが発動しますし、特に腕のアルファ装備に笛吹き名人レベル2がついているので、ぜひ挑戦し作成してみてください。ついでに高級お食事券もゲットできることがあります。ということでマスターランクは以上です。続きまして上位下位のクエストを一覧でご紹介します。狂乱のエルドラド、野生の教え、試練、ノラの神王、食という欲の扉を開け、骨肉の狩り、アレノのボレロ、太陽が燃え盛るとき、嵐のさなかにて、不滅のアルペングリ。特に注目なクエストをご紹介します。まずはコラボイベントクエスト、野生の教え、試練、ノラの神王です。この3つのクエストはホライゾンゼロドーンとのコラボイベントクエストで、限定のコラボ装備を作成することができます。特にノラの神王は限定の重ね着装備を入手することができます。アイスボーンの第1弾のコラボがホライゾンゼロドーンに決まっていますので、こちらのクエストで入手できるチケットが必要になる可能性があります。余裕があれば今のうちに多めに集めておくといいんじゃないかなと思います。続きまして注目のクエストがこちら、狂乱のエルドラド、太陽が燃え盛るとき、嵐のさなかにて、不滅のアルペングリューエンです。これらは歴戦王のクエストなんですが、ガンマ装備はマスターランクになるとそこまで有用ではないんですが、重ね着装備が入手できるので、まだ持っていないという方はこの機会に挑戦してゲットしてみてください。ただし重ね着装備ダンテ衣装に関しましては、コードレッドのコラボクエストで入手できるチケットも必要となりますので、そのチケットをお持ちでない方は今は作成することができません。事前に集めておきましょう。また再配信をするときはお知らせいたします。そして最後におすすめのクエストがこちら、食という欲の扉を開けです。こちらは本当に神クエストで、報酬でお食事券を大量に入手することができます。お食事券を使うと食事スキルを必ず発動させることができるので、難しいクエストではぜひ使っていただきたいです。お食事券の大切さに関しましては過去動画でまとめておりますので、ぜひそちらもご参考ください。ということで今回は明日朝の9時から受注できる期間限定イベントクエストの先取り情報でした。モンスターハンターワールドの時もこのように毎週まとめてお知らせさせていただいておりましたので、今後アイスボーンでも続けていきたいなと思っております。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。